一橋 MBA 経営管理プログラム、サブプログラム、ホスピタリティマネジメントプログラムのご紹介。観光ホスピタリティ産業を牽引していく、リーダー育成を目指す実践的教育の場として、2018年度に、観光庁の高度経営人材育成事業の助成を受けてスタートし、実務経験3年以上の社会人を対象にした MBA コースとして、平日の夜間土曜日に千代田キャンパスで開講しています。このプログラムは、世界トップレベルのホスピタリティマネジメントスクールと同様の構成をとっており、経営学、マーケティング、会計、ファイナンスの領域を中心として、体系的なマネジメント知識の基盤を構築し、その上で、ホスピタリティマネジメントに的を絞った専用科目を学び、ホスピタリティ産業固有の問題やトピックを掘り下げていきます。千代田キャンパスの日本語 MBA コースである、経営管理プログラムをベースにしながら、ホスピタリティ産業に関わる知見の習熟のための教育内容を加えたアドオンプログラムで、具体的には、ホスピタリティマネジメント、ホスピタリティマーケティングの2つの専用科目、ワークショップ、ホスピタリティ産業の実務家による、特別講義の3つが設けられています。ホスピタリティマネジメントプログラムの枠で入学してこれらの科目を履修すると、通常の経営管理プログラムの学位に加えて、本プログラムの修了証が同時に授与されます。ホスピタリティマネジメントプログラムは、経営管理プログラムのサブプログラムとして、2018年度に開講しました。2年間の学びを通じて、ホスピタリティ産業全体を俯瞰する構想力を養うとともに、グローバルな視野で成長戦略を策定実行し、激しい競争環境に直面する組織をリードする人材を目指します。修了後は高度経営人材として、我が国のホスピタリティ産業をリードする役割を担うことが期待されます。本プログラムの独自の科目は、専任教員によるホスピタリティマネジメント、ホスピタリティマーケティング、実務家による特別講義、およびワークショップがあります。特にワークショップは1、2年合同の研究発表会を年2回開催しています。発表会には OB、OG も出席し、縦のつながりがあることが特徴です。また、一般の方も参加いただけるホスピタリティマネジメントプログラム研究会も開催し、学内外の交流の機会も設けています。2年間の学びを通じて経営リテラシーを身につけ、ホスピタリティ産業に生かすことはもちろん、同級生や先輩後輩とのネットワークを形成することができます。OB、OG の皆さんはホスピタリティ産業をはじめ、様々な産業で活躍しています。本プログラムのウェブサイトに経験談や座談会を掲載しています。ぜひご覧ください。つれづれなるままに書いたらですね、8つ浮かびましたので、おそらく8つぐらいあれば皆さんのどっかに引っかかるかなというふうに思って、8つあえて簡単にですけれども言及させていただきます。